このままでは再び人類とオムニックの戦争が始まってしまう。私たちが止めない限りコマンダー・モリソンが指揮を取ることになった。これが私の最初の故郷の安全は私の手にかかっている。第一幕のフィナーレ。トウカちゃんが運んでくれたんだ。業にとらわれこの上だから怪我をしています。手当てしないと構わない。だがしかし覚悟あんたを選んだのだ。大丈夫ですか？さっきはすみませんでした。いや、そんなの。姉貴です。ああ、違うんです、番長さん。僕とリゼさんはそういう関係じゃ。違うのか？悪かった、この通りだ。リゼさんは今どこに？いるんだろう。父さんの本もあったし、母さんが優しかったから仕事もして家事もこなして。湖の南岸へ向かったと聞いたが、今そちらにいるのか？これよりメルカバへのコンタクトを試みる。話は後だ。こちらについてこい。やるな。待て、ナニングス。こちらは記者会見が終わった。首脳たちは36階に引き上げたが、お前たちはどこにいる？来たか。なるほどな。6年前の制圧作戦で潰したままだ。徘徊する魔竜の方は長方々下がられよ。昨夜未明、東京20区の商業施設ビル、身元不明の複数の男性遺体が発見されました。グールのものと思われる唾液が残されておりなんで喜ぶかもしれないだろう。でどの子だよ、例の可愛い子。僕怖がられているんだろうか。こっちです。はい。あのさん、これお詫びに。それじゃあごゆっくり。どなたか。真理の光が。いや、気にしないで。始祖ニルバス兄様はどうしているでしょう。もういい天気ね。天界から来たの、よろしくね。よし、素材交換やってまーす。バンドゥー族の村にようこどういたさ。なんで本当に好きだったの？入院してから何も口にしていないと聞いているが、特に問題はないみたいだね。調子はどうだい、金木君。あんたがクールだ。そちらからどうぞ。まだ怪我が乗り切ってないみたい。実は少し苦手というか。金木、おめでとう。前の大好きなハンバーグを進呈しよう。感謝されたし。全開したら大学戻ってこいよな。こっちはね。聞いて。りがとう。そもそもクールってのはこんな短期間に大量の食事をとる必要がないんだよ。小倉さん、グールは人間と同じ食事では満足できないんですか？人間の食べ物を食べる、めちゃくちゃまずく感じる。僕のこと捨てないで。おまけに人の罪が我々に殺す。なんだよ。僕にも食べられる。あれ。どこだ。どこだ。死体の香りにつられていたなんて。俺数を積んだ。俺の食い場を荒らしてんじゃねえぞ。あ、これ珍しいのか。やべえな。人のテリトリー荒らしたらどうなるか。いつからあんたの食い場になったんだ。リゼが来るまで。すげえムカつくんだよな。どうすんだよ。人目につくと面倒だろ次はもっと強めに。分かったせいだろ。使いの痛みを思い出せ。トウカちゃんが運んでくれたんだ。欲しいの？コツは食べるんじゃなくて飲むこと。中身は少し違うけどね。あんたは何なんだよ。コーヒーに溶かして飲めばある程度は空腹を抑えられるはずだよ。積んだのはトウカちゃんのおかげだよ。ヒデ、昔からそうだった。ヒデは妙なところで勘が鋭いんだ。人の気持ちが分かりすぎるから。僕も。金木、つけてくれたんだろ。グダグダ言うな。こんなの勝てるわけない。早く来ないと潰すぜ。父とは付き合い長いんだろ。なあ教えてくれよ金木。じゃあな長近。